皆さんこんにちは。舞台夢王国と眠れる100人の王子様プリンスシアターマッドハッター役の佐木雅人です。帽子屋さんを経営している王子様ということで、第一印象はですね、すごいセクシーな王子様だなと思いました。僕自身にそのセクシーさをね、出せるかどうかはまだ分かりませんが、これからの稽古とかでね、どんどん色気を出していきたいなと思っております。意気込みはですね、今回歌やダンスもあるということで、ぜひね、見に来てくださる皆さんに夢や希望を与えられるような素敵な舞台になればいいなと思っておりますし、やっぱりそこはですね、王子様として皆さんをね、素敵な世界に導いていけたらなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。劇場でお待ちしています。渡りカラスと机が似ているのはなぜ？さあ答えられますか？